皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。元衆院議員の金子恵美氏46が13日、TBSK ボボスマ55、ま、スマイル月金曜午後155にコメンテーターとして生出演し、パワハラやおねだりなど数々の疑惑が取り沙汰されている兵庫県の斉藤元彦知事46の現状について自身の考えを示した。 写真16年、衆院議員時代の宮崎健介、金子恵美夫妻。19日から始まる県議会の定例会で、不信任案が提出されることが確実な情勢。それでも斉藤知事は、続投したい気持ちが強いと、辞職意思のないことを表明している。就任から3年、県政を前に進めてきた自負を強調しているが、 金子氏は、公約を実現しているのは一見素晴らしいけど、今となってはいろんなことを強権的にやっていたかもしれないと考えると、そこの偏調性をせずに強引に進めた結果、これだけできた可能性もあると推測。職員の反応とか印象としては、結構厳しかったのかもしれないというのが、いろいろ出てきているパワハラの対応に出ているのかもしれないなと思ったと見解を示した。 斉藤知事は11日の会見の中で涙ぐむ場面もあった。翌日に理由を問われると、昨日は感情が高ぶったというところで申し訳なかった。心配をおかけしていると思いますので、県民のご理解をいただけるような努力を続けていきたいと説明。告発文を作成して処分され、その後死亡した元幹部の男性とは無関係の感情だった。こうした説明に、 金子氏は感情を出したというときに、普通に考えたらこれまでの自身の対応に対する自責の念とか、亡くなった方に対しての思いなのかなとみんな多分思ったと思うんですけど、そうではなくて、知事への道を切り開いてくれた議員に対してというところにずっこけてしまったと失望感を示した。金子氏は斎藤知事の行く末にも言及した。不信任案が可決された後、 知事は10日以内に失職か県議会の解散を選択する権利を与えられる斉藤知事知事は現時点では解散の可能性を否定していない金子氏は普通に考えたら自分の不祥事でこういう状況に追い込まれているわけだから辞職と思うんですが2階に恩義のある議員に選挙行ってきてくださいと普通は迷惑をかけないでやめるところをそういうふうに。 解散ととやりかねないと指摘。この方はもしかして斎藤だけファーストなのかもしれないなという気がします議会がどうこうとかじゃなくて涙の意味は何なんだろうと思ってしまって何やっているのかも全てわからないけど斎藤だけファーストの方なんだろうと思ってしまいますと疑問を口にしたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう